女の入り口。こんにちは。ここは JR 阪和線の和歌山駅。今回は18切符を使って、天王寺方面阪和線を登っていくわけですけれども、阪和線を登る素手で天王寺まで一番早いのって言えば、特急列車黒潮号になります。しかし黒潮号には18切符では乗れません。なんで見送るんですが、この黒潮に乗れば1時間足らずで天王寺まで向かうことができます。で、早く向かいたいんですが、他の便だとね1時間を超えちゃうんで、もうちょっと早いのないかなって思っていたら、あ、いましたね、早いやつ。え、この快速が早いやつ、ちょっと何言ってるのと思いますが、今回の快速、他と違ってある要素が新たに追加された快速となります。使用車両もそうですが、所要時間の面で今までになかったことが新たに生まれましたので、今回はそれについて触れていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。で、実はですね、他に先行する快速がいるんですよ。ここにこの快速電車は紀州路快速、熊取まで各駅に停車した後、日根野から8両編成となって大阪方面へ抜ける快速電車。この快速電車の方が早く出るんなら早く着くんじゃないのって思うんですけれども、またこれはね、乗ってからあることが起こります。ということで、先行していった紀州路快速はよーく覚えていただきまして、8時30分和歌山を発車です。この先快速は途中武蔵田、紀伊、泉砂川、日根野、熊取、東岸和田の順と止まります。和歌山を出て最初の通過駅、紀伊中之島を通過。前まで、てか6年間ね、この6両の編成の225って走ってはいたんですが、今年から紀伊中之島というか和歌山県内の一部駅をね、こう快速として通過するというのがちょっと生まれたりもしています。逆にね、今までねこの力を封じてたっていうのを考えれば、今年どんだけこの6両編成がリミッターを今回まで外していなかったのかっていうのも、まあ同時にわかるんじゃないかなって思います。武蔵田、そして紀伊と泊まり、次は泉砂川。泉砂川は大阪府になります。和歌山県の駅はこの紀伊まで。で、ここにね25キロ制限があったと思いますが、阪和線の中で確か3箇所だったかな、この紀伊と長滝、あと実は杉本町にも25キロ制限というものが設けられています。25キロ制限でなかなかねぶっ刺さる機会はないものなんですけれども、この阪和線でもね3箇所25キロ制限を見ることができます。で、撮影時期が春先っていうのもあったんで、窓には桜並木が一面と広がっています。だめ、まあ、満開っていうよりか八分咲きだったかなっていうのも記憶していますが、まず結構ね綺麗な景色が拝めつつ、大阪府に実はもう入っております。山中谷は実は大阪府、この山中谷をねちょっと行った先に和歌山と大阪の県境があります。府境っていうかな。分岐からやけに長いですが、どうやら貨物船の名残とか。大阪府に入り、最初の停車駅泉砂川に到着。で、左手にね電車が1個止まっているかと思うんですが、あれはさっき和歌山で見送った紀州路快速。この紀州路快速はここ泉砂川で、後から来る快速電車に道を譲るんですよね。なんで和歌山で紀州路が先行したところで、ここで快速が先に道を行く関係で、紀州路快速和歌山から乗ったところで天王寺へは後から出る快速電車が先に着くという、なんか下克上のような、そんな光景を接続があれば毎度見ることができます。さて、今回の改正で大きくこの快速にまつわるポイントは、今走るこの泉砂川から日根野間、この区間ってね結構快速電車に乗ると速度を出してる区間だと思っています。特急でもね4分で結ぶ区間なんですが、このように100キロ、まあ、100キロ前後かな、とりあえず出せるところではもう全開で出して日根野まで向かうっていう、8両ならともかく
つい先日まで普通電車しか入らなかった車両がもう急ぎ足のようにね、もう行く様っていうのがまた乗ってて楽しいポイントだと感じてしまいます。隠れ家のようにキョトンとある信号を見て、まもなく中間地点のひねのに到着。このひねのからは関西空港方面への分岐も兼ねております。で、ここで注目したいのが、和歌山からね、どれぐらいかかったかっていうことで、ちょっと今時計をね、見てみましょうか。8時54分ってことで、だいたい和歌山を出てから24分経ったんですね。24分経ったんですね。え？そう、ここが今回一番重要なポイントになります。本来阪和線の解釈で和歌山から天王寺を行く場合は63分と1時間を上回るのが普通の快速なんですが、今回乗っている快速は和歌山から天王寺の間を58分で走破します。つまり1時間を切っているってわけなんですよね。というのも、前までの快速電車の筋だと和歌山から天王寺まではやっぱり1時間以上っていうのはかかってたんですね。で、今回から新たにね、58分と1時間を切る快速電車が生まれたわけですが、その時刻で使われている車両もまた面白くてですね、この225系の6両編成、6年前から阪和線では走ってはいますが、前までは快速に入るだなんてまあやっていませんでした。普通電車、まあ言っても区間快速で細々と運用していたわけですが、6年目の今年、快速、区間快速、普通、もうこの3つをねやるっていうようになって、しかもそのうちの快速に至っては最速も兼任するってことになって、前までね鍵かかってたところが一気に今年外れたような、そんなね開放感あるかかっていた枷から解き放たれたような、そんな走りを見せてくれているのではないでしょうか。東岸和田を出て下松久米田のストレート区間、こういったまっすぐとした区間がね、速達化に貢献できる、こういった最速ダイヤを作り出すための重要な走行部分となっているとも思えます。現にね、泉砂川から姫野間、あっこ結構ねまっすぐとした線路が多いと思うんですけど、そういったところではやっぱりね100キロオーバーで飛ばすっていうのが見られたんで、やっぱり出せるところでは出して目的地までの速達化を図るようになったんじゃないかなっていうのが、今年のダイヤ改正からね、ところどころの箇所で見受けられるようになりました。今回映っていなかったんですけど、さっきの区間に右手見てみると、なんとね、牛乳の瓶がね、そびえ立っている、そんな建物があるんですが、そこを通り抜けると泉府中に到着です。ここ泉府中で4両編成の普通電車との接続があります。いつもはね、あの4両が2両連ねて、じゃあ2編成連ねて8両編成として快速で走っているわけですが、なんかね、いつも普通電車といつも快速電車やってるみたいな立場の車両たちがこう逆転しているわけですから、そういった面でも面白さを感じます。ちなみに今の時刻は9時7分、もうこの時点でまだ40分経ってないんですよね。っていう風に考えると、この快速がまあいかに速いかっていうのが分かるんじゃないかと思います。ちなみに篠田山から北篠田殿木にかけてもロングな区間が続く場所、本来だったらこの辺りね、ほんとちまちまと止まったりするのがデフォルトかと思いますが、今回は快速、容赦なしにかっ飛ばせるところはもうかっ飛ばしていく、120キロ対応の線路エリア、飛ばせるところはやっぱ飛ばして先を急ぎたいんでしょう。100キロオーバーなんて6年前には誰が想像したでしょうか。もうあっという間4分の3を走り切り、電車は大鳥に到着。ここ大鳥からは最高速度が95キロとなります。まあ、市内に入る関係の騒音対策も兼ねているんじゃないかなとは思いますが、少しね最高速が引き下げられている状態になってしまいます。やはり最高速度が引き下げられる都合上、この大鳥から先の区間天王寺までというのは他の快速と所要時間はあんまり差はね出ていないんですが、逆に言えば大鳥から和歌山までの区間でどれだけ飛ばしているのかっていうのがよく現れるんじゃないかと思います。実際乗ってでもね、本当、あ、もうここまで来たのか、早って
これね、冗談抜きで感じられたんですよ。他の快速、まあ、吉祥寺快速はね、各駅区間もある関係で、乗っててもね、まあ、まだ泉府中かとか、そんな感情を芽生えるかもしれませんが、今回乗った快速だとね、あ、もう堺市まで来たの、次天王寺じゃん、え、あっという間っていうような感覚を真面目に覚えました。そんな感じで堺市を発車、次の停車駅は終点天王寺です。時間に目を落としてみると9時21分、和歌山を出て51分経ったということになりますが、51分あったら大阪市内にたどり着けるっていうことを快速電車が示している。で、この言葉だけでどれだけのボルテージが上がるかどうかは分かりませんが、大和川を渡り大阪市内へと入り、杉本町を通過です。こう、大阪市内にはもう入ったんですよ。で、9時21分の時点で大阪市内に入れるぐらいの和歌山からの速達性がある。これがね、また隠されたメリットになっているんじゃないかっていうのが一つ、減便ダイヤの中に生まれている隠れてしまったメリットになるんじゃないかと思います。現にね、他の便でもそうだったんですけど、ちょっと前にね、ツイッターの方でも上げた普通電車とかでもそうなんですが、隠れた場所でね、速達性があるんじゃないかなっていうのが今回の改正で睨めるポイントになってるんですよね。光全く当たってないんですけど。そんな中でもう大阪市内の高架区間までやってきてしまいました。早い。なんなら今さっきまで桜見てたわけですから、それがいきなり関空特急の遥かと街の中見るだなんて、これだけ早い感覚を覚えるなんてないですよ。さすがに速度の面は落ちてはいるものの、それでも出せるところでは絶対に最高速ギリギリまで出すという、そんなね、とんでもなく速い快速の、いや、快速という名の種別、これが本気の目を出した、そんな走りと、この車両が今までね、普通電車ばっかだったのに対し、今年から枷が外れて開放感ある、そんなね、走りを体感できた濃厚ある1時間を終えて、約1時間58分の走りを終えて、電車は終点あべのハルカスがあるお膝元の天王寺に入線です。この阪和線天王寺駅は東端式のホーム、行き止まりとなっているため、ゆっくりとゆっくりと入線するわけですが、なんか早く走った分ゆっくりとね、行っていいよねって言ってるような、そんな風にも見れますよね。ということで、もう時計が示してくれましたが、和歌山を出て58分の快速電車を降り、天王寺へとやってきました。乗ってきた快速は折り返し区間快速になり、ひねのへと向かうそうです。今回は約58分で阪和間の移動を行える快速電車のご紹介でした。車両からしてもそうですが、速度面からしてもね、本当もっしゃいんで、皆さんも機会あった時ぜひ乗ってみてください。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。